はい、どうも、コスケ屋です。何本も連続で動画撮ってます。はい、動画のストックがぐーんと少なくなっちゃったのでちょっと心配なのでね。ということで、今回も何かやります。はい、例によって、またね、今日もなんか仕事しながらやるよね。これで撮る音、いっか。今日は削ったりなんだり。でも一応これでやる？まあいっか。今日はね、カンナです、カンナ。カンナについてね、ちょっとお話ししようと思いますよ。よいしょ。ここにあるのだと、普段僕が使ってるのはこれ。とこれ黒豆、これねコスパいいですよ。これね、レザクラフト用品店にもあるけど、別にレザクラ用ってわけでもないみたいね。でこれもここがこう丸いのとか、こういうのとか、ここがこう逆にこうなってるのとか、いろいろあるみたいよ。これは平野18ミリってやつね。うるさいわ。よいしょ。例によってまだまだこのアングルですよ。はい、もう飽きたいって言われそうですけどね。もうカンナってさ、いろんな道具、いろんな種類があるんだよね。この豆カンナっていうちっちゃいのもあるし、おっきいの使ってる方もいますよね。で、なんだろう、戦闘力って言っていいのか分かんないけど、戦闘力はね、高いと思ってます。戦闘力はあるよね。強いよね。シャコって平らに削れるわけじゃん。こう小刃とかをさ、こう貼り合わせた小刃とかがね、ちょっとこうずれてたとしても、シャコって余分なやつがシャーって取れるわけじゃん。強いよな。強いと思うよ。最近ね、あんまり使ってないけど、まあスパッと刃物でスパッて落としたのもいいけれど、僕はあのね、よく動画の中に出てくるあのベルトサンダーっていうので、目をつぶしながら小刃を削ってしまうっていう方が俺には合ってるので、それを使うからあまりカンナの出番っていうのは減ってますけど、でも完全に使わないわけじゃなくて、物によっては使うしね。で、結構大きいさ、大きい、まあ要はウォレットサイズのこんぐらいの大きな革をさ、で、これぐらいのフルサイズの大きさのカンナあるじゃん。あれで、シューッ、シューッ、シューッとこう、やられる方もいるよね。動画見たことあるけど、あの北九州のあの方もね、カンナを結構使う職人さんでね、前動画を見たことあるけど、おお、すごい。いい刃がついてんだろうなと思いますけどね。あ、お話ししたことがないんだけど、その件に関して。あ、電話では話したことあるよ、俺。あの、ダレスバックの方ですね。そう、そのことについて前聞きたいなと思ってて、ずっとそのままにしてるけど、あの、刃をさ、若干鋭角にしてんじゃないかなって思うけど、木より皮のがやばいじゃん、やっぱり。皮に食うようにちょっと角度を鋭角にしてるんじゃないかなって勝手に想像してます。それか、あの角度とかね、若干皮寄りにチューニングしてあるんじゃないかなって思ってますけど、カンナをね、なんていうのかな、カンナ、やっぱり研がなきゃダメじゃん、やっぱり。ね、あの、で、カンナの刃ってさ、分厚いじゃない。
これは結構分厚いよね。だから、この、ここのしのぎ、しのぎっていうのはこう斜めになってるとこね。は、結構な、平らになってて、片っぽがこう、斜めになってる。この斜めの部分ね。ここが長いんですよ。厚みがある分。だから、研ぐときもペタってこう、砥石にくっついて、その面を維持しやすいから、で、革包丁も一緒でしょ、片刃で。だから、革包丁を研ぐいい練習になるんじゃないかなとは思いますけどね。まあ、自信がない方は、うちでも販売してる。あ、今ちょうど在庫切れてんだ。お願いしなきゃな。ね、包丁研ぎの、定規というかね、三対三のやつ。あれで研げばね、ちっちゃいものとかでもパシッと刃がつきやすいね。うん。で、この黒豆はさ、この豆かんなは刃が薄いんだよね。で、これはハイスです。ハイスコー。だから、で、全部鋼材なのよ。基本的に、日本の刃物っていうのはね、こう、色が見る、よう、ほら、わかるでしょ？先端だけ、この、色が、艶がある方が、こう、硬いところ、こっちが軟鉄、こっちが硬い鋼材。こういう風になってるんだけど、だから、ここ、厚みがあって、この面が広いからペタってくっつくんだけど、黒豆はさ、この、合わせになってないで、全部が硬いから、研ぐのも硬いんだよ。そんで、ハイスコーなんだよね。硬い鋼材で、全部鋼材だから、研ぎにくい。だからこそ、包丁研ぎサポーターね、を使うもよし、まあ、自分で研げるなら研げばよしなんだけど、ちっちゃいから研ぎにくいんだよな。ちっちゃいから研ぎにくい。でも、ピシッて揃ってる。ね、いい刃がついてりゃ、戦闘力が高いよっていう。まあ、ただ単に俺、そんだけの話をしたかったんだ、今回の動画は。ね、豆カンナ。使える道具だと思いますよ。とってもね。駒を揃えるには。ただ、最近俺は出番が少ないなっていうだけで。でっかいやつ。ね、よいしょ。こんなでかい、こいつがあるので、こいつがすっかりその代わりをしてくれちゃってるのでね。ただこれはね、粉塵も出るしさ、囚人機もセットじゃないとちょっと使いづらいしさ、なんせ大ごとなんじゃん。で、今やってるこんぐらいにさ、こう数があるならばね、囚人機セットしてガーって回して、で、後で掃除してなんて言ったところで、トータルするやつ全然早いんだよね。ただ一個二個やるんだったら、豆かんなでシュッてやった方がいいや。で、切れなくなったら、研いだ方がいいや。っていう感じです。俺の中ではね。今何をやってるのかというと、接着するところを荒らしてます。ハッチョン！ウィー。なんでウィーって言うんでしょう。もうやだな。風邪ひきたくないからな。白い目で見られますからね。まだまだ。しかし、まあ、人の、に嫌がられるんだったらマスクしますけど、で、お店がね、マスクしてくださいって書いてあるとこ入るときはマスクしますけど、もうやめないって、ワールドカップ見た人はみんな思ってるんじゃないかな。いつまでマスクしてるんでしょうかね。まあ、しますけど、なんだろうね、ほんと。世界で一番マスクの装着率が高いけど、世界で一番感染率が高いなんていうのはなんか、どっかで違った、本当かどうか知らないですよ。本当かどうか知らないけど、そんなのを見て、
なんか日本人らしいなってちょっと思ったりもしてますけどね。マスクをしろっていうのは冗談じゃない、ふざけんなとか言わないですけど、ちゃんと従いますよ。そのお店の人が決めたルールなんだったらそれには従いますけどね、え、自分一人で車運転してるとかしたくないじゃん。でもすれ違う車でマスクしてる人を一人で運転してるのにって結構いるんだよね。もうしてるのに慣れちゃったのかね。あの女性の方がね、あのすっかりあの化粧しなくていいっていうか、楽で外せなくなっちゃったなんていうのも聞いたことがありますけど、まあそれはそれで分からんじゃないけどね。よいしょ。大きい。前回の動画に比べたら今回はちょっとライトな内容ですね。そう、なんかなんでそれを取り上げようかなと思ったらのは、最近豆かんなんて見ねえなって思ったのよ。こんなにいいものなのにっていう、俺もあんまり使ってないけれど。本当薄物はいいわこれ。ちなみにコンマ9、これもね、でもわざわざこんなことせんでもこう角を丸くしたかったら、コインでこう小刃磨き剤つけた後にこう置いて、この斜め45度にこうやって潰すようにしていけばいいんだけど、でそうするとな、これつけたのがペッてやってこっち側汚したりとかするじゃないね。まあいろいろやり方はあってよしですよ。前回の動画に引き続きひたすらヘリ落としになってますけどね。あ、やだ、なんか俺鼻水出てる。今朝の朝風呂が良くなかったんだろうか。今朝寒かったんだよ、ここらも氷点下だったんだよ。にもかかわらず窓全開で風呂に入ってまして、まあお風呂に入ってる時は暖かかったんだけど、湯船にね、そう、風呂上がる前にこの寒い中お風呂をザーッと洗ってから出てきたんだよね。あれがいけない、あれは良くない。よいしょ。っていうかアマゾンなんか最近調子悪いな、ファイアスティック TV。 ずっとぐるぐる回ってて再生しないですね。豆かんなね、いろんな、なんていうか、ちっちゃいかんなってさ、なんかね、コレクションしたくなるようないろんなのがあるんだよ。そう、こんなんどのシチュエーションで使うんだよみたいなのもあったりするんだけど、それからカクンってこう90度に溝が掘ってあってね、こういうふうな、でこの溝をさ、こういうところにカチッとはめてシュッといくと、その角だけ取れるようなんとかさ、だから大きく分厚いレザーをね、ベルトとか、ね、きっちり45度にこう面取りしたいみたいな時はこれいいんじゃねえのとかさ、いろんなのがあるんですよ。
ある特定のどんなのこんなの、まあ大工さんがね作るもので細工するもので特定の用途だけに特化したものとか、それがね思わずこう俺たちの作るようなものとかにね流用できるものとか見つけちゃったらそれは嬉しいよね。だからこの黒豆かんなさ、多分だよこれ俺想像だけどこれ初め作った時は多分ねレザクラのショップに売ってるけど、レザクラ用で開発したんじゃないと思うんだ。でそれを一番最初に見っけて、おこれいいんじゃねえのって言って自分とこのサイトとかでこう売り始めた人は結構嬉しかったんじゃない、そんな気がしてる。寸法が変にね硬いところとかあってこう刃が広がったりすることがあるんだよな、たまに。違和感に気がつくことが大事ね。でこう取ったやつはこっちも落とさんとダメよ、押し切りじゃないんでね。しょ、なんだろう、うわ見えない、すっげえ見づらい。このあとは念を入れるよ、1年まだ飛んでるよ飛行機、真っ暗なのに小型の飛行機ね。ああダメじゃん、俺ずっとこうやってなってた、もしかして。ちゃんと見てないからわからん、ごめんね。なんかずっとさっきの画像だったら、よいしょって感じで、まあ軽めの内容で今回の動画はね
なんかね、物議を醸すようなまたやいのやいの言われそうな動画がこの後にもね結構控えてるんで、タイトルがね、今日はこんな感じのライトな感じに終わりにしようと思います。小葉にもね水を入れるとカチッとする気がするよ、縁に入れるのにね。熱が入る面だけじゃなくて年末ですよ、年末、もう年末は忙しい。シンスのゼロ、危ない危ない。こうして置く位置を間違えるとね、めんどくさいことになるんで。今日の動画はこんなもんにしようかな。もう一本撮ろうと思ったけど、よし、 OK、 OK、 OK。ね、いい念が入るでしょ。レッドライト、こっちからも照らす。よいしょ。ここまでやっときゃ、あとはね、こうやっていっぱい貯めとけば、こういう内側のパーツとかのね、薄いものの小歯磨きなんていうのはね、このチタンビットでにゃーっと長男坊が上げてくれるんで、そんなバイトやってくれるだろうか、わからんけど。いかん、いかん、よいしょ。はい、てな感じでまた皆さんお会いしましょう。遊びに来てね、バイバイ。こっちか、こっちか、バイバイ。よいしょ、おまけ動画、よいしょ。オリーバ、オリーブね。このオリーブグリーンにはさ、オリーブにこのなんていうのかな、あ、いかん、危ねえ。濃いオレンジのステッチってかっこいいんだよな。俺はすごい好き。まあインナーの皮もオレンジにするんだけど、なんでこのオレンジとオリーブのこの色の組み合わせってのかっこいいんだろうね。あの、初めて見た時のあの、やっぱ MA1 のカラーが未だにこう衝撃として残ってるんだろうかね。このミリタリーな感じがたまんないでしょ。このね、オレンジって映ってるかな、これとこれと色が随分違うでしょ。こっちもオレンジなんだけど、皮に合わせてみんとこっちの方が合うとかね、あったりするんですよ。はい、ということでオレンジはこれで終わりなのね。そんないっぱい作ってない。よいしょ。
これ同じ色でバーッと全部作りたいんよね。これがめんどくさい。だけど面倒がっちゃいけないね。よいしょ。これはまだあったあった。でオリーブ。よいしょ。よいしょ、ピンピンと。しかしこのミシンのさ、このバネのことピンピンっていうのが一個あるんだけど、ピンピンって通じるんだよね。これはまあ正式に名称はあるのかもしれないけど、やっぱ職人さんの言葉な気がしないね。職人さんがピンピンって言ってるうちにピンピンがそのまま名前になっちゃったみたいなね。なんか職人さんが使いそうな言葉じゃん、ピンピン。よいしょ。これ上糸と下糸色変えても面白いかなと思ったりもするんだけどね。これどれ、それがね、1枚でも2枚でも本当に少ない枚数でもちゃんと糸を変えるって大事で、インナーのオレンジにはこんなインナーの色なんて、ステッチの色なんて誰もみんなそうな気もするんだけど、そして進んでいくわけでございます。バイバーイ。